ごまかせない瞬間、未来は叶うかな、届くかな。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。どうも、大阪芸術大学放送学科3年生の梶匠です。橘花尾です。大阪芸術大学グループのさまざまなイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けする大阪芸大テレビ、今回もアート情報満載でお送りします。いや、あっという間に夏休みも終わり、来週から大阪芸大では後期の授業が始まります。待ってください、夏休み終わっちゃうんですか？いや本当ですよ、さすがにわざとらしすぎるでしょう。いや、わざとじゃないですよ。いや、もう世間ではとっくに休みが明けてるんですから、いくら大学の夏休みが長いとはいえ、もうそんな気の持ちようではもうちょっと心配。梶さん、梶さん、夏の思い出を教えてください。夏の思い出ですか、うん、僕友達と富士山を登りに行ってきました。あら、富士山、はい、すごいですね。すごいです。でも本当にしんどかったんですけど、うん、富士山って遠くから見るとすごい綺麗な滑らかな山なんですけど、もう実際登ってみるともうゴツゴツの岩山で大変でした。ゴツゴツ。でもその大変な中登ってみた景色ってどうでした？いや、本当に綺麗でした。こう雲海はもちろんなんですけど、こう8合目から見た星空が本当に綺麗で、もう手が届きそうなぐらいの距離でしたね。ロマンチックですね、はい、山頂にこう登った時、達成感とかどうでした？いや、もうすごかったですね。こうバンザーイってしました。あと山小屋でカップラーメンが売ってるんですけど、それが美味しくて、ちょうどこう冷たいので、空気が冷たいので、温かいカップラーメン本当に美味しかったですね。最高の夏の思い出ですね。いや、もう富士山最高でした。あれ、さっき何の話してましたっけ？そろそろ今週のニュース紹介しましょうか。そうでした。今週初めは、7月に行われたアート大阪2018の模様からお伝えします。国内外から多数のギャラリーが参加するアートフェア、アート大阪に今年も大阪芸術大学が出展しました。7月7日と8日の2日間、大阪市北区にあるホテルグランビア大阪でアート大阪2018が開催されました。このイベントは現代美術に特化した日本で最大規模のアートフェア。ホテルの客室の一部屋一部屋をギャラリーに見立て、国内外より54の画廊やアートディーラーが出展しました。若手から著名アーティストまで多くの作家が参加するこのアート大阪に、大阪芸術大学もギャラリーとして参加。美術学科と工芸学科の卒業生や大学院生の作品を出品しました。日頃は客室として使われている部屋の壁やベッド、窓辺なども展示スペースとして利用し、絵画や版画、立体造形などを展示しました。またアート大阪では作品の展示だけではなく、来場者が気に入った美術作品を会場で購入することもできます。大阪芸大の展示ルームにも多くの美術コレクターやアートファンが来場。制作した学生が自らの作品コンセプトを説明して直接作品を売り込むなど、プロの作家として活動していくために必要な経験とスキルを磨く2日間となりました。なんかこう眺めるだけではなくて、実際に家に飾りたくなるような作品がたくさん並んでましたね。いや、そうですね、本当に一つ一つの作品のクオリティが高いですよね、うん、それもそのはず、出展者の選抜はインディペンデントキュレーターや美術評論家として活躍されている美術学科の加藤義夫先生による審査と、大学の成績や、卒業制作の評価、さらには他のギャラリーと比べてレベルが劣らないかどうかも判断材料になっているそうです。選び抜かれた作品がこうやって展示されているんですね。はい、そうなんです。
会期中には多くのアートファンやコレクターが大阪芸大のギャラリーを訪れ、たくさんの作品に買い手がついたそうなんです、うん、それだけではなく多くのイベントやギャラリーから出展依頼の方が来たそうなんです。作家としてこう活躍していくっていうのはとても難しい道だとは思うんですが、こうしたアートフェアがその一つのチャンスになっているんですね。そうですね。以上、アート大阪2018の模様をお伝えしました。さて続いては大阪芸術大学グループの学生や卒業生が制作した映像作品をお届けする OUA シアターのコーナーです。梶君、今回の作品は？はい、今回は映像学科2年生の上映会スクリーンサーカスで発表された学生作品をご紹介します。北海道カリオストロ大学に通うオタク大学生の花澤秀夫、ある日腹痛に襲われた彼は女子トイレの便座にはまってしまいます。脱出を試みようとした彼の目の前に現れたのはもう一人の花澤でした。ごめんなさい梶君、なんか内容があらすじがぶっ飛びすぎてちょっと映画どういう映画なのかわからないんですけど。そうですよね、僕も喋っていてよくわからないんですけど、とてもユーモアのある作品なので立花さんも楽しめると思います。どうぞご覧ください。みんな混乱していることだろう。なぜ女子トイレに男がいるのか、なぜこの男は怪訝な顔して便座に座っているのか、わかる。君たちの気持ちはよくわかる。だからまず順を追って説明させてほしい。この男花澤秀夫は便座に尻がはまって全く身動きが取れない状態ということだ。話は今朝の7時20分に遡る。毎朝食べている食パンが切れていることに気づいたこいつは冷蔵庫の中を漁った。そこで見つけたのがいつ買ったかも定かではないヨーグルトだった。それを食べてしまう貧乏根性が全ての元凶だ。大学で講義を受けていた花澤の腹に稲妻のごとき痛みが走った。花澤は走った。男子便所だが、ここでも運がなかった。男子便所はまさかの大行列。彼らも朝食にヨーグルトを食べたのかもしれない。諦めかけて花澤の眼前に飛び込んだのは女子トイレだった。迷いなく飛び込み用を足したところまで分かったが、やはり神は花澤を見捨てたようだ。尻が便器から抜けなくなっていたんだ。さっきから何ブスブス言ってんだ。気にするな。こいつは昔から内弁慶な男でね、鬱憤をため込むうちに人格が分離し俺という幻が生まれたんだ。俺たちは二人で一人。ハマー・メルヴィルが書いた白芸を知ってるか？知らない？読んだ方がいいぜ。白芸で例えるなら俺がイシュメールでこいつがエイハブだ。え？何？なんでこんなに説明口調なのかって？そんなの決まってるだろ。俺が映画の登場人物に過ぎないからさ。しかしどうする兄弟、このまま便座で暮らすか？バカ言うな、俺のようなプロジェが便所で暮らせるか。力で解決できないことなんてないんだ。見たろ、火事場のバカ力。いな、洗面所のバカ力を見せてやれ。待て、ブラザー。まずいな、便座が割れて死肉が挟まってる。下手に動くと死肉ごと持ってかれるぞ。人質を取られたな。まさか便器はこれを見越して。お前は釈迦の手のひらで踊る孫悟空だったようだな。これではカーボン冷凍されたハンソロじゃないか。何でもスターウォーズに例えるのやめろよ。お前そういうとこだぞ、お前がモテないの。 I know。 うっせえお前、たくお前このままだったらよ。お前このままだったら、このままだったらこうなる。続いてのニュースです。本日未明、北海道カリオストロ大学の女子トイレで男性の遺体が発見されました。男性は便座にお尻がはまった状態で発見され、警察は他殺の可能性も視野に入れ捜査を進めています。いやー、なんとも不可思議な事件ですね。
全国ウォシュレット推進協会理事長代理補佐の矢口さん、どう思いますか？便器が野獣を殺したんじゃない。美女が野獣を殺したんだ。矢口てめえ、わけのわからんこと抜かしやがって。だから嫌いなんだよ、コメンテーターとか有色者は。このままでは俺は晒し者になってしまう。テレビだけじゃない、ネットでも顔写真が晒され、俺は広大なネットの海を漂い続けるんだ。もう普通に助け呼んだら。バカ言うな、それこそ晒し役だ。女子トイレで男が便座に尻を挟まれていたら、そういう趣味の男だと思われちゃうだろ。どんな趣味だよ。そうだ、道具だよ。道具を使えばいいんだよ。人類がなぜ地球上の頂点に立てたと思う？またえらく大きな話になったな。道具だよ。ミフネだって日本刀を使っていた。イーストウッドだって拳銃を使っていたじゃないか。残念だったな、便器よ。ここが俺とお前の差だ。これだよ。このトイレの詰まりを直す、ポンってするやつをドアにつけ、その吸引力で俺の体を。そんなにうまくいくかね。さよなら、ロボコップ。大阪芸術大学が毎年高校生を対象に開催している世紀のダヴィンチを探せ高校生アートコンペティションが今年も開催されます。次世代の芸術文化を担う若者の発掘を目的に、絵画、デザイン、写真、映像や音楽など多くのジャンルで作品を公募。今年から新たにアートサイエンス部門が加わり、計12部門となりました。見事ダヴィンチ大賞に輝くと、大阪芸術大学、大阪芸術大学短期大学部、大阪芸術大学附属、大阪美術専門学校の学費を全額免除、または奨学金として50万円が授与されます。高校生の皆さんならではの作品をお待ちしております。詳しくは世紀のダヴィンチを探せ公式ホームページ、または大阪芸術大学世紀のダヴィンチを探せ事務局までお問い合わせください。今回も大阪芸術大学グループからアート情報をお届けしてきましたが、いかがでしたか？夏休み明けて最初の収録だったので、なんか緊張しちゃいました。いや、僕もしました。なんかここに座ると緊張するんですよね。わかります。でも後期も楽しく頑張っていきましょう。はい、はい、夏休み中のイベント、まだお伝えできていないものもたくさんあります。これから徐々にお伝えしていきますので、来週も続けて番組をご覧ください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。その途端にふっと消えたファン、僕を惜しむ声と線は誰を思うものだろうか。 Yo、 どこの誰より心込めたり思い続けてきて今があって、その一心とか心だけでほとんど何もかも作られてた。でも気づいて変えたくて、しょうもないプライドだけが大きくなってた。分かってた、下手くそな生き方してんだなってこと。ため息ばかり一緒に耐え切る、心の火が消える前に全て投げ出せ。もう大丈夫きっと、さよならからさ始めればいい。最低よりも。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。